はい、こんにちは。今日はコーチングの話をしていきます。失敗とか挫折は長居をさせないでっていう話になります。まあ、皆さんも普段いろんなことにチャレンジをして、勉強とか仕事とかっていうことにチャレンジをしながら何か行動を起こせばうまくいく時もあれば、そうでもないっていう時は当然ありますよね。で、その中でやっぱりうまくいかなかった時に失敗したとか挫折をしたっていう経験っていうのは当然あると思うんですよ。で、そんな中、性格とかやる気っていう自分でどうにかできるもの以外に関しては、まあ、戦略上の問題だったりもするんですよ。要は人に与えられた指示に従ってやってみたら結果失敗してしまったとか、で、そういうこともあるので、失敗っていうのが必ずしもあなた自身の責任であるっていうことは、まあ、考えられない場合もあると。そうなった時に大切なのは、自分が原因なのか他人による原因なのかっていうのは一旦無視して、失敗による挫折とか、やっぱ失意に関しては長くとどまってはいけないっていうことなんですね。で、長くそこにとどまって、わ、失敗してしまったなとか、やる気出えへんっていうような状態になってしまうと、行動力っていうのが抑えられてしまうと、また繰り返し失敗をしてしまったらどうしようってなって、さらに行動が抑えられてしまうっていう話なんですよね。だからよくその成功した方々が失敗するっていう経験は非常にいいですよっていうことなんですけど、失敗は確かに経験、僕も個人も大事だと思います、大事だと思うんですけど、誰も失敗を目指して行動ってしないじゃないですか。で、何か成功しようとかうまくやろうと思って行動を起こした結果、自分のさじ加減でうまくいかなかったとか、自分のちょっとしたミスでやらかしてしまったっていう経験をしていくわけで、誰もミスに向かってよし失敗するぞゴーっていくわけじゃないじゃないですか。ところが意図しない失敗をしてしまって、私の失敗してしまったなっていうような状態にしておくと、やっても無駄とか状況が悪いとか、あいつのせいだっていう風に言い訳をし始めてしまう自分が出てきて、で、結果評論家になると。評論家タイプの人たちってこういうのが多いと思いますよ。だから何々が悪い、何々が悪いって、別に評価あなたからもらいたくないんですけどっていうような人たちが、なんか偉そうにテレビのコメンテーターとかでもいるじゃないですか。言うんだったら自分がやったら一番早いのに、いや、でね、また言い訳で、いや私はそういう範疇じゃないですか、だったら人のやってることに口を出すなっていう感じなんですけど、まあそれはいいとして、失敗した本人もあいつが悪いとか状況が悪いとかっていうことを言いたくて言ってるんじゃなくて、それはやっちゃいけないっていうことはおそらく理解してるんですよ。おそらく理解してるんですけど、失敗を繰り返してしまうくらいだったら人のせいにしてしまうみたいな形で矢印を外に向けた方が楽だし、あるいは行動しないで、そのうまくいく可能性を捨ててでも失敗しないっていうリスクを抑える方がいいというようなことを思ってしまうんですよね。まあ、その気持ちは非常にわかります。だから僕なんかはその傾向がバスケットボールをやるときなんかに非常に多くて、全然面白みのないプレイヤーですからね、これは自分で言います。自分が外から見てて、高校時代のバスケとか見てて、DVD とかで見てたら、うわこいつ面白みないプレーばっかりして、もっとツッコミなとかって思ったり、今だったら思うんですけどね。はい、それはいいとして、そんな時にじゃあ落ち込んでいる時とか、あるいは誰かがへこんでるのを見た時に、次のような質問っていうのを自分に投げかけたりとか、相手に投げかけてあげて、その失敗から脱出するっていう答えを出していくっていうのを、ぜひ、ヒントにしていただけたらと思います。今回6つ用意をしてます。まず1つ目が、今回の失敗からどんなことを学び出したか。まあ、せっかくなんでね、どういう今回の失敗を生かして、次に何が今回の経験を生かせるんだろうなっていうことを洗い出していくっていうことですね。それから2つ目に、どんな能力や知識が必要だったと思いますか。そもそも失敗しないために準備をしておくべきことは何だったんだろうねっていうことですね。それから3つ目に、他にはどんなことがやれると思うと。だから自分が失敗した A という行動において、もしかしたら B とか C とかって他にうまくいく可能性があったんじゃないのっていう視野を広げるっていう話です。それから4つ目に、どんなスキルを習得したらいいと思う。これは1つ目に近いんですけど、学んだことから、じゃあ失敗しないために次はこういう技術スキルを身につけていこうっていう話に展開していくっていうことです。それから5つ目に、過去に同じような経験はないか、でその時はどうやって切り抜けましたか。そう、だから類似問題を引っ張ってきて、それを切り抜けた経験から今回もそれを応用できるんじゃないかっていうことを考えてみるっていうことです。それから6つ目に、似たような失敗を切り抜けた知り合いはいませんか。要は人の力を借りましょうと。で、大きな借金をしてしまった時に、お前どうやってあの借金返したの、300万をたった2ヶ月でとかね、っていうようなことなので、自分が挫折したとか失敗したっていう経験を他の人も誰かしてないかなっていうのを探してみるって、これも結構大事だったりします。僕だったら結構ね、父親に聞いてみたりとかするんですけどね。
で、うまくいかなかった時とか失敗してしまった時っていうのは当然ですけど、じゃあそれをこらえた方がいいっていうかというと、それは逆です。ネガティブな人がポジティブになろうとすると精神が崩壊するっていうのと同じで、失敗したらしっかりとがっかりしていいんですよ。がっかりしていいんですけど、将来をしっかりと見据えてどんな能力が必要なのかとか、その能力を身につけていくためには何をしたらいいのかっていうことをリストアップして考えて行動に移して、失敗に長居しないっていうことが大事になってきます。もう終わったことなんで、例えばですけど、皆さんが1年前に失敗して挫折したことって何かありますかって聞いた時に、あれ何だったっけっていうくらいに時が経てば忘れていくものなんですよ。で、時が経てば忘れていくものくらいなものを1ヶ月も2ヶ月もずるずる引っ張ってしまってたら、もうただ時間がもったいないだけになりますので、それもしっかりと切り替えて、じゃあそれを失敗繰り返さないために何をしたらいいのかなっていうことをリストアップして、能力スキルをしっかりと身につけていくための行動を取っていくっていう、そんな話です。失敗って結局ただの経験なんですよ。生かすも殺すも自分次第ですね。失敗に長居し続けて落ち込んでへこんでっていうのは、別にそうしたい人は別にいいと思うんですけど、それで自分を殺してしまうくらいだったら、それを繰り返さないために何をしたらいいのかっていうことに、もう視点を移して、目線を移してやっていく方がはるかにいいです。でプラス、より良い方向を早く導き出すためには、自分一人の力で何とかなりきらないっていうことも当然出てきますから、その時には他人の力を借りるっていうのも大事だったりしてきます。だからさっきの6つ目の質問の中に、似たような問題とか失敗をした人や知り合いはいませんですかっていう質問をその中に入れたっていうのは、そういう理由だったりするんですね。自分一人で解決しきらないものを自分一人でいくらやってても、解けない問題は解けないですから、その時には答えを持っている人にどうやったらいいですかっていうのを聞いてみる、これって大事になってくるんで、そういう考え方を持って、ぜひですね、皆さんは失敗は経験してもいいです。ただし、経験した失敗にずるずる引きずられるのではなくて、もうパッと切り替えて次の成功のために、この失敗をどう生かしていこうかっていうことを考えてやっていくっていうのが大事になっていきます。はい、失敗していいんですよ、失敗していいんですよ、長居しないでくださいね。ただそれだけの話です。ということで、本日の動画は以上となります。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。